ミルトン・オーベル・ブラッドリー・ジュニアは、アメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルス市、ハーバーシティ地区出身の元プロ野球選手、ウト・リョーダ。1996年に、ドラフト2巡目で、モントリオール・エクスポズから指名を受け、プロ入り。1999年に、同年のパンアメリカン競技大会の、野球アメリカ合衆国代表に選出されている。 2000年7月19日にメジャーデビューを果たした。2001年7月31日にザック、デートのトレードでクリーブランド・インディアンスへ移籍。2003年に321という高打率をマークし、チーム最多の17盗塁を記録。2004年4月2日のオープン戦では、全力疾走を怠り、エリック・ウェッジ監督ベンチに下げられたため、試合中に、 宿舎へ帰ってしまった。2004年4月2日に、前述の出来事の関係で、ロサンゼルスドジャースへ、トレードで移籍。開幕前に3番打者と言われたエイドリアン・ベルトレに、代わり、開幕から3番で出場。9月28日のロッキーズ戦では、満塁の場面で、ブラッドリーの元へ打球が飛んだがそれを落球。そのエラーに対して、ファンが矢じまじりに、 重水りのペットボトルをグラウンドに投げ込んだ。その行為に起こったブラッドリーはファンの元へと歩み寄り、怒鳴り合い、そのペットボトルをスタンドに叩きつけた。それを重く見たバドセリグコミッショナーからシーズン終了まで5試合の出場停止処分を言い渡された。シーズン終了後の11月にロサンゼルスでスピード違反の際には 警察官と口論を演じ、12月には2003年にクリーブランドで起こしたスピード違反が公務執行妨害の有罪判決を受け、3日間刑務所に服役している。そのため球団はカウンセラーを雇いブラッドリーの精神安定に一定の効果を上げた。2005年は怪我で75試合の出場に終わった。2005年シーズン終了後の12月13日にトレードで オークランドアスレチックスへ移籍。2006年は左肩痛でシーズン前半は故障者リスト入りで多くの試合を欠場。9月23日と9月28日の試合において審判の判定に対して抗議。両試合において退場を言い渡され、1週間に2度退場処分を受けるという失態を演じている。2007年7月29日に アンドリュー・ブラウンとのトレードでサンディエゴ・パドレスへ移籍。移籍後は打率313、出塁率414を記録。9月23日ロッキーズ戦で一塁審判と口論になり退場の処分を受ける。その後ブラッドリーは審判に詰め寄ろうとし、パドレス監督バドブラックはそれを止めようと後ろから抱きかかえるように静止に入ったが、ブラッドリーは 倒れ右膝人体断裂の負傷でシーズンの残りを棒に振ってしまった。オフの10月30日に初のフリーエージェントとなった。2007年12月12日にテキサスレンジャーズと1年契約で合意。2008年は故障者リスト入りはなかったが満身相いながらプレー。開幕から首位打者争いを続けオールスターにも選出され最終的に打率。 321はリーグ3位。出塁率431オプス999はリーグ1位。好調の要因の一つはグレッグ・マダックスから投手の心理や打者との駆け引きを教わったことだという。2009年1月8日にシカゴ・カブスと3年3000万ドルで契約を結んだ。しかし、自慢の打撃で打率257と不振に陥った挙句。 シカゴでは、レストランのウェーターまでが文句を言う、このチームにいても楽しくないなどと発言し、シーズン終了を待たずして自宅に強制送還。2009年オフに、カルロス・シルバとの交換で、シアトル・マリナーズへ移籍した。2011年1月18日午前、女性に対する脅迫容疑で、ロサンゼルス市警察に逮捕され、午後には保釈された。さらに、 同年5月9日には、シアトル・マリナーズから戦力外通告を受けた。戦力外通告前までの成績は、28試合出場で打率、218であった。2013年7月2日、別居中の妻、モニークに対して、狂気を使って暴行したり、脅迫を行った罪など軽犯罪9件で有罪となり、懲役960日と保護観察7年の、 判決が下り、社会奉仕活動400時間を命じられた。モニークは、その2ヶ月後の9月14日に亡くなったが、死因は明らかにされていない。練習態度が悪く、タイマンプレーなどトラブルが多いことで知られる。ありがとうございます。